さらには5人という選手交代ですから、これまでのワールドカップとはまたベンチワークであり、選手の起用法というのは非常に可能性も広がっていきます。三笘の突破来た、三笘のシュート来た、追加点三笘、途中出場で結果を示しました。